クランキーチキンを作ります。ニンニク1かけを入れ、20回ほど分々引っ張ります。保存袋に、分んしたニンニク、薄力粉大さじ3、塩胡椒適量、砂糖小さじ1、マヨネーズ小さじ2、水大さじ3、鶏胸肉 250g を入れ、密封して揉み込み、30分ほど漬け置きます。 じゃがいも 150g を入れ20回ほど分ぶ々んぶん引っ張ります。パン粉 40g、片栗粉 20g、分ぶん,ぶんしたじゃがいもを入れよく混ぜ合わせます。漬け置きした鶏肉にじゃがいもの衣をつけます。180度の油できつね色に揚げて完成です。